そういうことでございまして、ギターフロンティアへようこそ。ただいま8時30分でございますね。閉店してからがこの仕事ね、本番ですからね、一つよろしくお願いします。さあ、今日のギター、こちらどうでしょう。一見ストラトキャスターかなと思いきや、見てください、ここ F ホールね、 F ホールがあって中空洞、フォローボディね。これあの有名なカメラさん、ずっとこうヘッドをこう見せてくださいね。あのデバイザー、長野県松本のデバイザーのギターなんですよ。これ名前がね、ロゼッタベッセル SPT というモデルなんですけども、モデル名の SPT で分かるように、これスプルーストップということなんでしょうね。実はエレキギターなんだけども、こうトップ、ここの部分が、まあ、単板でスプルース材なんですよ。まあ一般的にはフォークギターの材ですね。それもそのはず、デバイザーといえばね、あの有名なヘッドウェイの、 あの百瀬さんね、あの方がこう企画、まあ、あの人が技術部長かな、そこで作ってるエレギーターなもんですから、そういったねちょっと変わったことしたんでしょうね。ですんでね、めちゃくちゃ軽いんですよ。これなんと約 2.7 キロです。非常に軽い。そしていろんな高級パーツ使ってますね。まずこの P90 タイプのこのピックアップはあのクルーズ製ね。そしてこの指板、今や高級材ですね、エボニー。そしてね、ちなみにカメラさんちょっとアップ、こう来れる、ここの側面、フレットの側面が軽くえぐられてるのね。これスキャロップ加工ね、側面スキャロップ加工。そしてペグはこちら五島製のあのマグナムロックが搭載されております。というわけで非常に作りもいいしね、安心の国産長野産、これ当時定価20万ぐらいかな、いいギターです。さあ早速音聞いてください。まずはね、クリーンでフロントの方から、中古でもあんまり出てこないと思うんですけども、珍しいタイプだと思います。ディバイザーのロゼッタベッセル SPT、 程度も非常に状態いいですよ。目立った傷とか汚れほとんどないです。純正のセミハードケースがついて、こちらお値段が 74,800 円ですね。あの伝説の名工といわれます、あの百瀬さんの、作ったこのギターディバイザー、まあ、百瀬さんが調整作ったかどうか分かりませんけどね。ちなみにあの今でもあの方は週に3日ぐらい工場ちゃんと出てるそうですよね。さすがです。あの人をね主役にしてぜひね映画作ってほしいね。日本のギター史をこう散りばめてなんか作ったら面白い映画になると思うんですけどね。一つよろしくお願いします。ギターフロンティアでした。ありがとうございました。